何懐かしんでるのよ。好きな人？それって皆殺しにしてやる。いや、イヤリングはちょっととか。レディに年齢なんて聞くもんじゃないわよ。どんな神経してるのかしら。初期エル好き。何懐かしんでるのよ。大事なのは今だよね。もちろん一番好きなのはエル、今のエルだよね。まあそれは前提でって言われたよね。ありがとう。ごめんなさい、今も大好きです。うん、ありがとう。ありがとうだよ。嬉しい。過去と現在でチャンネル分けませんか。なかったことにするな。別人格にしないでよ、ショッケールを。逆に昔のアーカイブも見れないまである涙出そう。昔を懐かしんで時の流れに泣いちゃうかもしれない。声低めのエルエル普通に好きなんだけどな。ありがとう。ガガガって感じするわ。借り物競争やってみたかった。エルもやってみたい、借り物競争。で、なんかペラってめくって好きな人とか書いててみたいな。やりたい。呼ばれる側が言える。え、ちょ、おい来いよエルって言って、なんかえ、ちょっと何か説明してよって言って、何だったの私みたいな感じで、一着でゴールみたいな感じで、しゃー一着だぜとか言って、ちょっと何なのか説明しなさいよ。これえ、好きな人？それってってやりたい。いいな、これやりたい。そこは紙食べて照れ隠ししてほしい。そんな体張らないといけないんだ。それキュンかな。それは扁平足のやつ、ひどい。エルさん制服かわいいしな。あら、ありがとう。プリキュアになれそうな制服してる？これなれるかな。エルマジでどうやったらなれるのかね、ずっと考えてた。どうやったらプリキュアになりやすいかみたいなのね、ずっと考えてましたね。なんか生徒会長になったら絶対なれるんじゃないかみたいな、なれる確率上がるんじゃないかみたいな。生徒会長キャラって絶対一人いるじゃんみたいな。だからワンチャンその枠一点狙いでみたいな。多分主人公は無理だなみたいな。追加選手枠、いいの？エル追加選手枠で。じゃあエルサイズ悪いやつがいい。エルサイズ悪いやつでいいじゃん。皆殺しにしてやる。じゃあ追加選手枠がいいわエル。そう、ダークエルフからスタートして、森を破壊されすぎて人間に復讐しようとしているみたいな。私たちはこの森と共に生きてきたみたいな。お前たち人間は空気吸うなよみたいな。その酸素木が作ってんだからみたいな。お菓子とか、お菓子もらったら嬉しい。エルイヤリング可愛いよ。言えない。確かにイヤリングとかね、アクセサリーもね、いいかもしれないですね。よく女性の方ってね、アクセサリーよくつけるし。言えない。この人はきっといろんな考えを持ってイヤリングもいいよって言ってくれてるんだろう。だがしかし、そもそもピアスだったりとかイヤリングじゃないとかいう可能性もあるし、結構アクセサリーってデザイン選ぶからな。もし自分の好みじゃないデザインだった時に次のデートにつけていかないと気まずいとか考えちゃったりするかもしれないな。いやでも言えない。せっかくこんなに考えてアドバイス送ってくれてるのに、いやイヤリングはちょっととか言いづらい。
一緒に選んだ方がいい。確かにそれはアクセサリー系一緒に選ぶといいかもしれないですね。女の子同士だったらね、意外とっていうかセンスとか分かったりするんですけど、異性のプレゼントって難しいですよね、うん、逆にエルも男の子に何かプレゼント考えてみてよってね言われたらね、靴下しか思い浮かびません。靴下が無難かな。いらない。助かる。おお、ほら助かるって言ってる人もいるよ。いらねえ。ひどい。服も難しいもん選ぶの。やたら靴下もらう。異性のプレゼントって難しいですよね。ネクタイとかネクタイピン、でもネクタイとかネクタイピンも結構目に留まるものだからさ、デザイン好みじゃなかったらとか考えちゃう。ちょっと3足1000円くらいでお願いします。よくあるやつやん。いらないなんて言えない。心の声漏れてます。服のセンスはほんとないんです。まあ一番はね、一緒に買いに行くのが一番でしょうけどね。レディーには年齢聞くものじゃないのよ。そうよ、レディーに年齢なんて聞くもんじゃないわよ。まったく、どんな神経してるのかしら、トニー。申し訳ございません。まあいいわ、人間だもの、しょうがないわよね。人間ってそういう生き物なんでしょ。あ、いや決して人間すべてがそのような人間ばかりというわけでは。まったく。このエルフお姉さん人間嫌いなのかな。だから人間って嫌いなのよ。人間好きになりそうだな、このお姉さん。いつ出れてくれるんだろう、このお姉さん。いつ悪くないわねって言ってくれるんだろう。